大谷翔平選手を応援するファンの皆様、新助ハンディマンです。今回も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、今回も皆様にご紹介したいものがあります。こちらになります。大谷翔平選手が表紙を飾った雑誌、スポーツイラストレイテッドキッズになります。これで今年2回目の表紙ですね。大谷翔平選手、表紙を見てみますと、大谷翔平選手の、ね、顔がずらーりと並んでおりますけどもね、こちらの方には翔平大谷 goes back in time って書いてありますね。昔に戻るという感じですけれども、ここには way back と書いてありますね。まあ皆さんこれね、どこまで、ね、昔に戻るかというのはね、大体想像がつくと思いますけれども、はい、それでは早速この中身を紹介したいと思います。それでは早速中をねお見せしたいと思いますので、子供用なのでね、この雑誌は、大谷翔平選手はねここから載ってますけれども、まあコミック、まあ漫画になっております。でこれ、まあ、大谷翔平選手がこのツリーハウスに、呼ばれていくということなんですけどもね、これね読んでみるとなんか途中のお話なんですよね。多分前回でまあなんかいろいろお話があって、でこのツリーハウスに来て、そこから何かが起きるというような形になってるんですけれども、まあ読んでみますと、まあ、ようこそ大谷さんって書いてありますけどもね。で、うん、で、まあこの間はバズがね、なんか変なことしてごめんなさいって書いたんですけども、まあ Don't worry about it、心配ないよって言ってくれて、でここがそうなんだよみたいなね、ツリーハウスに連れてこられるわけですね。はい、で次のページめくりますと、ここでこのマガジンを作ってるんだみたいな、はい、で、このツリーハウスの中に入っていくわけですね。でツリーハウスがねこんな感じになってまして、でツリーハウスの中をですね紹介されて、ここはコラムニストが使ってるオフィスで、ここが写真でつって、でいろいろ紹介されてるうちに事件が起きるわけですよね。赤いランプがね光ってピーピーピーってなってるんですけどね。で下でね、なんか怒ってるよって感じになって、でこの青い筒の中を通っててこの下に行くわけなんですよね。何やってんのよってこの女性の方がですね、これがバズですね。バズが出てきて Hey バズって大谷翔平選手が言ってるんですけども、僕じゃないよってね、はい、でおう、ヘイ翔平と言ってますけどもね。で、いろいろトラブルが起きて、実はですね、このチューブからいろんな雑誌が送られてきて、見てこれ古いのやらとかですね、これマイケル・ジョーダンのね、古い雑誌やら、新しい雑誌も未来から来たんだよ、みたいなね。で、ここで彼女が、あの青いぐるぐるが原因じゃないのなんてね、言ってんですけどもね。それで今度ですね、でこのバズが、お、そういえば翔平覚えてる？ベーブ・ルースの時代でバッターかピッチャーがどっちが優れてるか話題に上がってたよ、今しかないよなんていうことをね、まあ無茶ぶりするわけなんですけども、でこの青いぐるぐるに向かって言ってるわけなんですけどもね。で大谷翔平選手が分かったということで、この青いぐるぐるの中をですね、過去にね、でこの青いグーグルにね入ってって過去に行くわけなんですよ。でここで、ここにも書いてありますけども、ワープって書いてありますけどね、それで See you in 101 years on、ね、101年前にで会おうということですね。で、その内容が書いてあるのがページ31って書いてありますね。はい、大谷翔平選手が、ワープするわけですね。で、ページ31ページ行ってみますと、
ですね。こんな感じで写真でね写ってます。はい。で次のページを開いてみると、まあ実際にはね、ベーブ・ルースと、まあ、勝負するわけではないんですけどね、これは実際の、データがですね、書かれてまして、まあデータで比べてるんですけどもね、はい、ベーブ・ルースのピッチャーの時の成績とバッターの時の成績を、今の大谷翔平選手の、成績と比べてどっちが優れているかというようなね内容が書かれております。まあ、あとですね、昔ベーブ・ルースが日本に来て、野球やった時に沢村栄治投手とね対戦したこともね、書いてありまして、沢村栄治投手が三振を取ったというようなねことも書かれております。でこっちの方の内容がですね、まあベーブ・ルースはバッターとしては優れていて、ピッチャーとしては、まあ、大谷翔平選手が優れているんじゃないかというようなね内容が書いてありますね。まあこういった形になります。まあそういった形になりますね。まああとは大谷翔平選手のねことは書いてないんですけどね。はい、そういった内容になります。皆さんいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。今の世の中、全世界が大変な事態となっております。皆さんくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいませ。 Stay at home, that's your best move. それではまた See you next time.